一スーパーな動物園へ。やってきたのはディスカバリーキングダム。ここはなんと動物園と水族館と遊園地が合体したスーパーアミューズメントパーク。まだ日本のガイドブックにもほとんど載っていない隠れた動物園なんです。二人を案内してくれるのもとんでもなくスーパーなこの人。いやどうもようこそ、キャプテンリーです。その名もキャプテンリー。ディスカバリーキングダムの全ての生き物を操ることができる魔術師。アメリカではすごい人気者なんです。このテーマパークでは日本では考えられない、世界でここだけの体験ができるんだ。世界で唯一ありえない動物たちの夢の共演。そしてここでしか見られないトラたちの驚きのパフォーマンスとは何なのか。まずやってきたのは巨大水族館ゾーン。このテーマパークで最大の海の生き物が見せる世界でここだけのパフォーマンスが間もなくスタート。やった。すると現れたのはシャチのシューカちゃん。まずは挨拶代わりにド迫力のジャンプ。しかしシャチのショーなら日本の水族館でも見ることができますが、なんといってもすごいのはこれ。キャプテンリーがイルカを連れてやってきました。これって一体何がすごいの？さかなクン教えて。びっくりです。なんか自然界ではシャチをイルカを連れてやることもありますからね。しかしここでは仲良く夢の共演。キャプテンリーの合図でイルカとシャチのコラボレーションパフォーマンスがスタート。敵対関係にもあるシャチとイルカ。そんな2頭の息ぴったりの共演ジャンプに客席も大興奮。こんなショーが見られるのは世界でもここだけなんです。しかしこれだけでは終わりません。シューカちゃんはとってもいたずら好き。いつもずぶ濡れでね、心もずぶ濡れになった。皆さんも夏休みに着替えをたくさん用意して、こんな体験はいかがでしょうか。まだまだあります、世界で唯一のショーと。その前にこんなところでキャプテンリーを発見。実はここはイルカのトレーナー体験ができる場所。プールで泳ぐ2頭のイルカを誰でも自在に操ることができちゃうんです。早速トールさんがチャレンジ。まずはキャプテンリーからイルカを操る基本を学びます。そしていよいよ実践。水槽に棒をかざすだけで、イルカが吸い寄せられるようにトールさんの近くへ。そしてこんなことや、こんな風にイルカを自在にコントロールできちゃうんです。最後はこんな合図で、イルカが豪快なジャンプ。トールさんも思わず大興奮。世界一のショーを見る前にこんな感動の体験を味わうこともできるんです。続いてやってきたのはイルカショー。ここではなんとお客さんがショーに参加することができるんです。ということでこの方がステージへ。まずは英語で自己紹介。やったー、ナイスミーチュー、フェイッシュ、フレッシュ、サカナクンです。今日も大量です。レディーズジャロクレイジー。そんなトール
さんの心配もつゆ知らず、さかなクンはイルカたちと一緒に踊ったりショーのお手伝い。満員の客席は次第に盛り上がっていく。するとここにもいました、キャプテンリー。しかもリーはこの後とんでもないいたずらを。次は一番の人気者に合わせてあげよう。ただし今回は一人だけだぞ。シャビちゃんだ。シャビちゃん正解です。さあ皆さん、いよいよここから世界でここだけすごいタイガー、ご覧ください。一体なぜホワイトタイガーが水の中に。さあこれからとんでもなく大きい動物に合わせてあげよう。とってもデリケートな動物だから大きな声は勘弁してくれよ。黙っとけと、お前は。これはアジアゾウのリサ、44歳だ。ダメダメ、大きな声は出さないで。そしていよいよ最後のショーへ。兄貴、タイガーって書いてあることは、タラですよ兄貴。あ、でも待ってください兄貴、水槽がある。あら、これ水槽がありますね。なぜかトラゾーンに水槽が。こちらのステージにはベンガルトラととても貴重なホワイトタイガーの姿が。さあこれからここで世界でここだけのショーが始まります。しかしトラと水槽って一体どういう関係があるのでしょうか。そしていよいよショーがスタート。世界にも数百頭しかいないと言われる超レアなホワイトタイガーを操るのは、またまた登場のキャプテンリー。トラの大好きなミルクを上手に使ってホワイトタイガーも自在に操ります。さすがはキャプテンリーです。一方こちらは、おー、あー、立ち上がった。ミルクに釣られて思わず立ち上がった。初めて見ました。ちょっとかわいい、こんなポーズ初めて。すごいね。続いてホワイトタイガーの華麗なるジャンプ。鮮やかです。間近で見るとこの迫力です。鮮やかです。しかしここからが世界一のショーの本番。なんと一頭のトラが水の中へ。水の中に入りましたよ。するとこの後、トラカキです。すると本日の主役ホワイトタイガーも水の中へ。そして大好きなお肉が投げ込まれると、二人の目の前でまさか入れます。ものすごい顔で水に飛び込んでくる迫力満点のホワイトタイガー。しかもこんな肉球までさらけ出しちゃってます。トラの習性を生かしたこんな迫力のシーンが見られるのは世界でもここだけ。トラの全身の毛の様子、手足を上手に使った水中での食事シーンなど、じっくり観察することができるんです。しかもこんなポーズで休憩なんてちょっとお茶目。しかし兄貴、すごいですね。この目の前に水槽があることで、お魚じゃないですけど虎さんの全身の美しさが見れるという、新たな動物の水族館って感じね。本当ですね。トラの生き生きとした行動を自然に見せてくれるアイデア満載の動物園。こんな迫力のシーンを夏休みにいかがですか。ちょっとこうやって手を使って上手に、それであのトラの立ち方、こうおっさんみたいに